じゃあ、ちょっと、じゃあ、どっちか言ってもらっていい？ありがとう。さあ、より猫背になって前より前より。あ、でも前触った時より柔らかい。柔らかい。くすぐったい。そう、ここら辺柔らかくしといた方がいいから。検査関節なんで、大胸筋が引っ張ってるから。今でも普通に腕上げれる？痛くない？こういう時。あ、もう大丈夫。なんか手こうやってぶら下げてる方が痛い。ずっとこうやってやってる。あ、なんか変な三角筋みたいなやつ。重症？多分そうなると、ここが極上効いて、ここが張ってくるから、こっちに比べて、こっち側が、えらい硬くなってるから、こういうのも柔らかくしといた方がいいから。さあ、ちょっと骨盤を。さすが、硬いから柔らかい。お母様だったら大変やけど。ガッチガチ。若干左右比べると、左の腰に比べて、右の腰が、ちょっと、なんかあるかなっていう。で、ちょっと一回上げてもらって、ゆっくりでいい。じゃあ楽にポキッつって。ここまで上げて大丈夫？全然。お、すごい。でも、僕は動くから、ここら辺の硬さやね。と、口。柔らかくしてるね。ちょっとじゃあ上向きで寝てもらっていい？いや、本当に何にも覚えないの。いや、なんか、変な当たり方したな、ぐらいで。でも、試合が楽しくて、あんまり痛くなくて、終わった後、急にジン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 って。気も張ってるもんね。気も張ってやってるから。で、その時、友達が、脱臼と骨折して、病院行って、あれ、重傷だったから、あんま言えなくて。ああ、なるほどね。一緒に来てもらえれば。ちょっと、一番は、本気で寝ると硬くなるの。本気で寝ると硬くなる。大丈夫。楽ですね。すごい地味なんやけど、このこっちがこんな感じで、同じことやってんだけど、全然左が動かないから。やっぱりこっちが、向かってる。なんか足首とか大丈夫？いや、この前、右足の足首、ジゲってパンパンに腫れちゃいました。めっちゃいろいろやってるやん。なんかジゲって、なんかジゲる、あ、これ、この切り方ジゲるなっていう、もう感覚全然なくて、やった瞬間に、あ、やっちまったって。でも、感覚なくなっちゃって、もう動けなくなっちゃって。そんで、いつ？くるぶしが、あ、いつ？先月の頭ぐらい。あ、先月の頭。いまだになんか気になることってある？え、足首。足首で。インステップでバンって切るとやっぱ痛い。痛みどこに出る？外くるぶしと内くるぶし。両方出る。両方とも。何してんだろうと思って。なんか12月にそう、怪我が、全然動いてないもんね。
この、ここに骨があんねんやけどね。骨っていう骨があんねんけど、これが全然動いてないから。で、その前も足首2回ぐらいやってて、両方とも見えるから、なんか。全部いい？可動域がどんどん狭くなってくる。あー。関節いっぱいあるから、どれが硬いか、どれでいい？じゃあ、エネルギー側が動いてない。牛の下ぐらい、ここ牛の下ぐらい、ここが関節が硬くなって全然動かない。つまりこういう感じで動く、ね、こういう感じで、これが内側だけ、そう、ビクともしない。こうなったまんま固まってるからね、こうねじれたまんま、こうしてあげると関節も一緒に柔らかくなって、なんでこうやってあげないと、そうやってじげたの音がない、やった瞬間やばっていうか、やっちゃったって思って、よっぽどよく折れなかった。そう、だからそれが素晴らしいと思う。ねえ、体やっぱ柔らかいよね。もともと持ってるポテンシャルは。いや、でもめっちゃ硬いけど。もう、あ、これ垂直に行ったわって。なんかグネってなっちゃって。ああ。まっすぐこうなったら、行ったわって思って。もうやった瞬間、腫れてきて、あ、やばいと思って。次の日の夜ぐらいパンパンで。次の日の夜パンパンって結構時間差で、うん、そうそう、え、何週間休んだの？え、休んでない、ずっと言ってた。え、新人戦真っ只中だから、休んだら一瞬で終わりだ。もう全然切れないし、インステップとかも切れたもんじゃない、ね、だいぶこれパフォーマンス落ちるね。うん、超落ちた。だから今はもうその2週間ぐらい痛くて、あ、でもインステップでその2週間蹴ってないから蹴り方忘れちゃって、蹴り方忘れて何だろうとか思い全然飛ばなくなって、ボールがみたいな、あ、多分怖いんだと思う、蹴るのがね。多分肩は完全に肩の後やっちゃったの、多分足首の影響なんで、多分足首ちゃんと、足首が悪くなってなかったら多分うちやんなかったやつ。でも一応あれやで、ここ動きをつけておいたから、多分動きは全然ついて、あとこっち側も緊張も取れてるから多分蹴りやすくなると思うんで、だ恐怖心がね拭えないやつになるんだけど、うん、しかも明日そこのじけった場所で新人戦の決勝トーナメント。よかった、でも前日にやれてよかった。よかった。よかった。あ、でも全然動くから大丈夫。ちょっとじゃあ体を押してくれる？で、向こう向きに座ってもらって。
肩は完全に足首のせいだからそう、足首動くようにしといたら多分大丈夫やから明日頑張ってね。明日の足やもんね、うん。